会となるのは全て、はい、あのまあ、公のですね、委員会ということですね、はい、これはライブだけなんですよ、いや、あの本当なのか、まあ、あの本会議の方、あのまだ正式に決まってませんので、あれまあ、あれでも、もともと決めてたという感じは私はしてるんですけど、ね、ライブ6万ですね、まあ、それは決めてたと思ったって、なんか本当に決まってたかどうかってなかなか分からないのが議会のことで、土壇場に来てもらわないと分からないのか、でもしかし今も全部設備もしてますし、だけど確か町田市議会の常任委員会っていうのは朝から夕方までかかるとか、あ、そうです、10時から大体、そうだったでしょ、はい、ええ、でしかも1日に2つの委員会でしょ、はい、同時ですね、ええ、確かにそこの廊下みたいなとこ仕切って、あの前に来た時廊下みたいなとこ仕切って委員会室に来てますよって何か言ってたら向こうの部屋ですね、5時まで一本はもっと、あの請願が結構かかるんです、もっと長くまで決裁委員会なんか、本当なんか私は決裁にもうしばらくなったことないんですけど、なんか夜中までやってるっていう話ですね、ぶつつけで、はい、はい、委員会、常任委員会中継するとなれば、やっぱり議員の皆さんの発言も変わるでしょうね、多分。いや、外から誰かが見てるんですからね。あの傍聴も結構ある、あの、あることはあるんですね。うん、ただ、まあ、インターネットになりますと、あの、その日ではないですのでね。まあ、言ってみれば、世界中から見れば、あ、ね、そうですね、おっしゃるんですね。恥ずかしいことが起きても、その恥ずかしいことを見せるわけですよね。それともう一つ、やっぱり職員の方がやっぱチェックしますよね、先ほどおっしゃったように、はい、さらにあの本会議より委員会の方が細かくなりますので、うん、そうですね、それこそ、あの、町内の見てる割合が高く、うん、まあ、あの見る層ですね、階層もさらに落ちるんじゃないかと思いますね。いや、うちなんかでも全教あたりをね、本当に職員が、それこそ今年入ったこともね、あの職場にテレビついてますんで、そしたらやっぱり見るらしいんですよ。そしたらもうやっぱりね、それを見てると、ああ、あの議員はなんだバカバカ言ってるなとか、それとかうちの女子なんだよあれ恥ずかしいとか、そんなのがかなりやっぱりねあるみたいだから、双方してなんか恥かいとらんなんがいいけど。現場を知らないとそういうなるんですね。現場は大変ですね。インターネットは別にどんなのかな。だからその辺どこまで踏み込んでいくかってことなんで。まあ、ね、休憩は当然になんかあの休憩画面ははめ込みますけども、あの休憩流してしまったら、うん、ただ開会中はずっと、あ、しかもあのさっき席を固定して名前はやっぱり入れていくような本会議と同じような形でですね。で、まあ、説明者の方はあの変わりますので、まあ、説明者で区切ってしまいますけれども、議員さんの方は名前をもう入れて、まあ、発言の責任も当然出てくるわけですので、そうですね、で、まあ、内部とオンデマンドですね、出させていただく形になるので、いいことですよね。そうそうそう、まあ、委員会の方がちょっとリアルでしょうね。いや、そうです、まあ、まだみんな体験してませんけど、本会議の場合は、まあ、本会議だと思って、議員も入れていますけどね。どんどん委員会の場合は今度はずらっとそっち、まあ、そのこっち側が変わってくるわけですね。議員の人はそのままで、こっちが入れ替わりで変わってきますから、やっぱり議員の人はふっと気を抜く時があるかもしれないですよね。行政側の方が入れ替わりだから、自分の当番の時だけきちっとして終わったって帰ればいいんでしょうけど、多分そうなりますわね。やっぱりね、なんか、まあ、確かに本会議の質問者を増やすことと、それとやっぱあの常任委員会をやっぱりしっかりと機能していかなきゃいけないなと。で、あの私のところはあの常任委員会3つあるんですよ、まあ、それプラス特別委員会が2つありまして、で、あとあの毎月全教ということで、毎月月末にですね、あの、まあ、定例会がある日はあると、月はあれですけど、あのない時はね、あのその毎月全員協議会とかもやってるんですよ。で、まあ、当局から、まあ、議決権も何もないんで、要は当局から報告事項とか、まあ、まあ、あの事業、新しい事業の説明とかそういったものがあって、まあ、それをやり取りした後、まあ、あの議員の方からフリーに通告なしにいろんなことを
質問して、まあ、当局が答えるという、まあ、そういうこともやってるんですけどもね。ただあのどうもその数、まあ、毎月全挙をやるようになってから当局はそのやっぱり議員が全部集まるもんですからね。だからここで話しておけばみんなに伝わると。で聞いた聞かなかった、教えてくれなかったって文句も言われないだろうからということで、全員協議会に非常に勢力をつぎ込んでくるわけですね。でそうなると今度定例会の意義がいうかね、それがちょっとなんか薄れていく感じするんですよ。ただ議決案件は当然定例会でしな、あの定例会の常任委員会でねしなきゃいけないんだけど、ただどうしてもその何でもかんでも全員協議会に毎月全協にこう言っておけば一応伝わったということになるわけなんですね。でも本当は報告事項でもかなり二階側からも議論がね、あ、まあ、当然あってしかるべきだし、それを今度はあの常任委員会の責任のもとにやるということが薄れていって全員でやっていけばいいやないかという感じになってきましてね。その辺のところはちょっと今悩みどころでして、うん、まあ、でもあのそういう場面があるっていうのはすごく有意義なことですよね。議会に知らしめて、なおかつそれは市民に出ていくっていうことになりますね。そうですね。今のお話がありました、町田市はあの実は常任会があの行政法規に少し乗っ取られている部分がございまして、あの本来はあの常任会はあの本会議から来ている不備事件、まあ、あの議案を審査するところで正式な、まあ、のそのうちのうち行政法規という、まあ、いわゆる今言った情報伝達ですねの部分で、あのかなりあのその場面で使われていることが多いですね。時間的にもかなり多いですね。ただそこで行政法をしっかりやってあの情報を提供してもらうということで、まあ、今おっしゃられたように常任会はかなり活性化してきているというのが事実だと思います。いずれにしてもあの議員さんに、市民の代表である議員さんに情報をどんどん流してもらわなければいけないわけですから、そういった意味であの委員会の行政報告というのは有意義に活用されている、まあ、町田市のちょっと特徴の部分ではないかなというふうに思いますね。まあ、ただあの常任会の場合は常任会に所管することですよね。はいはい、まあ、全協議会になりますと、はい、もう全てのことになるんですよ。そうですね。だから専門性が全くなくなってきて、そのうちにどういうことが始まるいたらですね、常任委員会の委員長が自分の所管することに対して反対だと言ってしまうんですよ。とするとその常任委員長が自ら常任委員会を否定しとるようなねその後その後そのことで常任委員会を開かなきゃいけないのに、その場で私は反対すると言って言ってしまうと、結局常任委員長が常任委員会、自分の常任委員会を否定しまうというふうなとんでもないことが起こったりするもんでね、なんかびっくりしてしまうんですわ。それはありますね。で